ヴィンテージ世代の元男子。絵がこうしたらなんか違うあれになりそうだよ。絵描きのココでございます。わけもなく落ち込んだりとか、何かと不安に襲われたりとか、なんかもうわけもなく悲しくなって涙が溢れて止まらなくなったりとか、嫌なことばっかりに無意識にフォーカスして悶々と悲しくなったりイライラしたりしてませんか？そんな方に向けての動画になるんですけれども、そんな時に一体自分の中で何が起こっているのか、どうすればこの感情からね自分を解き放つことができるのかっていうことを私の経験からちょっとお話ししたいんですけれども、あなたが今なぜ苦しんでるのかっていうことをちょっと当ててみますね。なんかこんなこと言うと占い師ですかみたいな感じになるんですけれども、ちょっと私の経験から当ててみますね。あなたが今苦しいのは自分で自分のことを嫌ってるからなんですよ。自分で自分を責めすぎているからなんです。当たってるよっていう方はぜひこの先もご覧ください。人ってね、自分自身のことを否定したりとか、自分の感情を否定したりとか、自分を拒否したり、自分が許せなかったり、自分のことが受け入れられない時っていうのは、負の感情とかネガティブな感情に支配されるように心理ってできてるんですね。負の感情の中にも人間関係のこととか、過去の後悔とか未来の不安とか、いろんなものがあると思うんですけれども、そこに必ず自己嫌悪とか自己否定が加わって、ちょっとややこしくなってしまうような、そういう風にできてるんですね。人間関係とかいろんなこう不安とか心配とか後悔とかがあっても、そこに自己嫌悪とか自己否定がなかったら、そこまで人間っていうのはね不安定にはならないんですよ。必ず自己否定とか自己嫌悪がセットになって、嫌な負の感情に支配されるようになってるんですね。そしてそんなネガティブな感情をさらにまた自分で許せなくなって、さらに自己嫌悪になって、さらに自己否定して、どんどんこう負の連鎖がこう続いていくような感じになると思うんですね。なのでそんな時っていうのは逆転の発想で、無理やりでもいいから自分のことを好きになろうとしてみてください。なろうとするだけで大丈夫です。ネガティブな自分をも全部丸ごと受け入れてみるんですよ。ネガティブな自分はダメだ、こんな自分はダメだとかじゃなくて、もう何もかも全部丸ごと一度受け入れてみるんです。無理やりでもいいです、形でもいいです、上辺でもいいから、まず受け入れてみるんです。私はこんなことで落ち込む人なんだな、私はこんなこともできない人間なんだな、へえ。でもそんな私はダメな私なんかじゃなくて、これも私なんだみたいな感じで丸ごと自分を抱きしめる感覚になってみるんです。そこでポイントなのは、誰かと比べたりとか他人を介在させないでいただきたいんですね。自分だけのことを考えて、自分中心で自分の想像の中でやっていただきたいんです。自分だけでやってもらいたいんです。そこであることに気づくと思うんです。自分のことをちゃんと愛せてないから辛いんだな、苦しいんだなっていうことに気づけたら、あなたも何歩も前に進んでると思ってください。ココアートチャンネル。なぜこれをやってほしいかというと、闇雲のままもん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 としてたら、もうどんどん苦しくなるだけなんですね。さっき私は無理やり自分のことを受け入れてください、自分をありのまま抱きしめてくださいって言ったのは、もう私も過去に本当に男性であった自分のことを拒否して自己嫌悪で自己否定でってことを繰り返してたんですけれども、ある時マインドチェンジで、どんな自分も私なんだって一度受け入れてみようって、もしかしたらこの先受け入れられないことが出てきて、やっぱり自己嫌悪って出てくるかもしれないけれども、一旦そうやって無理にでも自分のことを全部好きになって受け入れてみることで、一度自分を俯瞰してみることができるんですよ。私ってこうなんだ、こんなこともできないんだ、こういうことも許せないんだ、こんなことが私なんだ、もうこんなんなんだって。でもそこで否定するんじゃなくって、無理やりそんな私でもいいよって、大丈夫だよって、自分で自分を慰めるっていうか癒すというか、ちょっと適当な言葉見当たらないんですけども、自分を受け入れてみるんですね。そうすることで俯瞰して自分が見えたりとか、自分のことをちょっと冷静に見えたりするんですね。そうやってちょっとずつでもいいので、その負の連鎖から自分を解き放ってもらいたいんですよ。いろんなね、子供の時の呪縛とか生い立ちとかね、それぞれにいろいろあると思うんですけれども、自分のことを解放してあげることができるのは他でもなく自分だけなんですよね。やっぱり自分の人生を自分で何とかするしかないので、そこで自己嫌悪とか自己否定とかあるよっていう方は、一度丸ごとどこかで勇気を持って覚悟を決めて受け入れてみるっていうことをやってみてください。そうすることできっと何かが見えてくると思います。ちょっとね、この系の話題はね、ちょっと経験上のこともありますし、知る滅裂になるかもしれないんですけれども、今
ちょっとなんか闇雲に悩んでるなって、苦しいな、生きづらいなと思う人はぜひこれを試してみてください。これまでもね、これ関係の動画出してるので、それも含めてやっていただきたいんですけれども、それでも苦しいよっていう方は一度これもお試しください。あなたはあなた以外にはなれないんです。あなたはあなたで大丈夫です。ぜひお試しください。お願いいたします。それではまた明日の8時にお会いします。心を元気でいらしてください。ありがとうございました。それではまた。